はい、海遊館に行く前にですね、天保山ツアーにやってきました。これはカンナンチャーなりたい。はい、ですね、日本で最も低いと言われている山に今から登ってみたいと思います。3分ぐらいで頂上に着くそうなんで行ってみましょう。登る、はい、はい、意味がちょっと分かりませんけど、これが日本で一番低い山じゃないの、これかな。ちょっと、その天保山という山をめがけて歩いてみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。知らなかった。そうですか、これはいいこと知りましたね。ちょっとじゃあ行ってみましょう。はい、こちらでございますね。ここに、何があるのかというと、これは何でしょうか。明治天皇観光の書。ここにですね、ほら、天保山の頂上、これですね、日本一低い山。なるほど、これがその国土地理院のオフィシャルな三角点ということで、日本一低い山にやってまいりました。しかしここは龍馬と龍が鹿児島に新婚旅行に出かけた地でもあります。これですね、三角点。はい、はい、皆様こんにちは。12月の26日、最終日ですね。実質的な今日は大阪の海遊館にやってきました。マストシースポットです。ここのですね、水族館が、一押しということで今日はやっていきました。それでは中に入ってみましょう。海遊館に行くぞって言って、海遊館は水族館。魚の通り抜けアクアゲート、すごいですね。もうずっとお魚ですね。あ、口本当だ、口めっちゃあるね。熱帯魚ですね。熱帯魚、熱帯魚。あ、なんかサメがいますね。あ、すごい、はい、素晴らしいです。はい、次は日本の森ジャパンフォレストっていうコーナーですので、おそらく、日本の森を再現した場所なんでしょう。あ、素晴らしいですね。これは本当に、綺麗にデコレーションするような感じになってます。こんにちは、引き続きですね、大観覧車に乗ってみたいと思います。こんな感じ、これね、これに乗って、ちょっと大阪のですね、夜景を見てみたいと思います。夜景、ちょっと今日はね、曇ってるんで綺麗なその夜景見られないとは思うんですけどもね、まあ雰囲気は味わえるでしょう。ちょっと乗ってみたいと思います。はい、じゃあ、1つのゴンドラにはね8人まで乗れるそうです。
ですのでここにちょっと5人で乗ってみたいと思います。さあ行きましょう。食べ出しめます。いらっしゃいませ。続けどこ行く。はい、どんな感じで大阪の街が見られるでしょうか。楽しみな人、うん、はい、よかった。はい、でも、磯はすごく怖い。ん、磯は怖い感じ。うん、磯は怖い感じだって。高いところがダメだからね。はい、ちょうど今ね、4分の1ぐらいのところまで登ってきましたね。そう、90度のとこかな。かなり、見応えがありますね。曇りとはゆえ非常に綺麗だと思います。たまりませんね。汗かいてる。あー、飛行機が降りてきた。汗かくほどひどいの、ね、そんなに怖いの。はい、今ちょうどサミットですね、これが。これ開くんだ。いや、開くんだ。開きましょう、開きましょう。開いてもこれではあかんわ。これはね、ちょっと開けてもね。でもね、でもね、望遠で撮ると消えるよ。本当？ちょっと見ましょう。で、はい、消えませんでした。はい、今乗り終わって降りるとこです。やっぱりね、夜この観覧車に乗って夜景を見るというのは非常に、おすすめ。はい、おすすめですね。できビールみたい。本当だね。まあできることであれば、シースルー型のね、床がガラスの、タイプのやつを選んでいただけると、この下もね、見ることができますんで、ぜひそれを選んでみてください。ただ、30分から40分ぐらい平日だと並ぶようです。それでは、はい、最後はこの海遊館前のですね、綺麗なイルミネーションをちょっと観察してからですね、戻ろうと思います。こちらのね、観覧車に今乗ってきました。非常に綺麗でしたね。はい、本日の今回の日本旅行、大阪を出てですね、おしまいです。これから成田空港経由で自宅に戻ります。じゃあね、楽しかったね。楽しかったね。また、関西の方に旅行に、九州もいろんなところに日本の旅行を行ってみたいと思います。それでは、さよなら。